あれどうしました、急に何も言わないから。いやいや、いいじゃん、まあ、ちょっと厳かに始めたいなと思って、はい、まあ、ちょっと重要な企画なんで。重要な企画なんですか。まあ、重要な企画というか、はい、もう悩みに悩み上げて声が出なかったんで、ちょっとしました今。そうです、はい、今日はですね、どこよりも早い、はい、侍ジャパン、まあこの前ね、強化試合とか見て、はい、まあ、じゃあどうするのかというね、はい、いうことでちょっと選んでいきたいと思うけども、はいはい、でこれ一応スケジュールなんですけども、これ2017年の WBC と同じスケジュールで行った場合、まず2022年のまず12月後半に第1弾メンバー、はい、これ20名前後が選ばれるんじゃないか、はい、そして年明け1月後半に最終メンバーを揃えるのではないかと、うん、はい、今、有力されていますけども、この日程が、うん、はい、豊さん、これはもう最終メンバーでいいんですか。まあ、28人をね、はい、選んで、まあ、30人枠になるんじゃないかっていう話もあるんだけども、はい、まあ、とりあえず28人と、はい、プラスアルファでちょっと選んでみたけどね。おお、じゃあ早速発表していただきましょうか。まず大谷ですね、これをピッチャーで使うのか野手にするのか、はい、やっぱ時期的に3月じゃない、うん、だまだその肩が本調子でないとかさ、はい、そういうことになったらバッターになるんだよね。バッターの方が有力視されてますよね、うん、ピッチャーより、うん、ただバッターになるとまだ弾かれる人間がいるし、はい、ピッチャーだったら補充しなきゃいけないしそうなんですよ、難しい。まあまあ、とりあえずピッチャーの方で入れた。あ、ピッチャーの方で豊さんは入れたんですか、はいはいはい、ピッチャー大谷選手、はい、はい、でダルビッシュ、まあ、そうですね、はい、で山本、そうですね、山本選手、今回山本投手入ってなかったので、この辺の、はい、これは入ってくるでしょ。そうですよね、はい、はい、で宮城、はい、で今永、あ、そうですね、今永、はい、いいピッチングでしたね。なあ、はい、なんで当たんないんだろうねって思うぐらい気持ちよく空振りしてくれたよね、はい、で戸郷、はい、戸郷投手、そのまま引き続きですね、はい、で中日高橋宏斗、はい、入ってましたね、はい、はい、大勢、あ、はい、入ってました、大勢投手、はい、で千賀、千賀投手、うん、そのメジャー挑戦って言われてる中で、うん、もしメジャー決まった場合、まあ、来れない可能性はあるよね。そうですね、まあ、その時には誰か補充しなきゃいけないけど、はい、で栗林、まあ、そうですね、栗林投手は、はい、で湯浅、はい、湯浅投手、あ、大事な人忘れてた、佐々木朗希嘘ですよねいやこの前が悪かったからさ、あの公式球に、公式球というか国際球に合うのかなと思ってさ、あれ豆腐が全部抜けてたから、修正ってできる、まあまあ、でも修正しながらでも抑えたからね、だから大したもんなんだけど、すごいですね、うん、そうなってくると今度シーズン戻った時にまたシーズン、いやだから監督が吉井監督じゃない、はい、だからそこら辺はちゃんと教えると思うよ。そうですね、はい、メジャーのこれで何になってる。これで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 です。これが迷うのがさ、はい、楽天の松井抑えを入れるか、はい、外れてましたよね今回、うん、それか日本ハムの加藤、あか、はい、山崎総一郎入ってましたからね、メンバーに山崎総一郎投手、だからここら辺で迷うんじゃないかなって思うよ。じゃあ例えば抑えの松井投手だった場合は中の抑えの方で使うってことですよね、中継ぎのどこかで、まあ、そうだね、ただ制球という意味から考えるとやっぱ怖いんだよね、うん、はい、で制球が抜群にいいのは加藤なんだよ、はい、なるほど、うん、絶対高めに投げてこないピッチャーだから、うん、危険度は少ない。そうですね、ただボールに力がない、うん、ボールに力があるのが山崎総一郎、はい、ただそのどうなんだろうって思うよね。メジャーのバッターがその速いボールに強いからな。そうなんですよね、うん、ってなった場合に俺は加藤っていうのは使い勝手がいいと思う。なるほど、開幕投手ですよ。開幕投手は関係ないよ、日本のためにそうですね、まあ、そ, そうですね、そりゃそんなこと言ってらんないよね、多分山本投手も開幕投手するす、もちろんそうだよ、開幕投手するやつが何人いるよ今永もそうだよ、そうですね、戸郷もそうじゃないか、そうですね、高橋宏斗もそうだろうみたいな結構みんなそうですよね、うん、ってなったら加藤、まあ、それはもう置いといて、うん、まあ、そうじゃないかっていうような感じがするんだよね。そうですね、ってなるとやっぱりこの3名から豊さんってなると加藤投手が
もしかするといいのかな、タイプ的に。間違いがない。一発もないし。まあ一発あるよ、力があるから、うん、間違えたらね。ただほとんど間違いないピッチャーだから、はい、だからやっぱそういうピッチャーコントロールだからね。そうですよね、抜群にコントロールいいもん。ってなると例えば、はい、落ちてしまう選手が日本ハムの伊藤大海投手。そう、タイプ的にね、はい、だから栗林を入れなかったら伊藤だと思う。どうですか、栗林投手のあの時のオリンピックの活躍っていう。そうなんだ。ただ疲れが2年連続で、はい、残ってるとしたら、うん、やっぱり状態がよく観察しなきゃいけないなって思うよね。あ、そうかそうか。あと例えばソフトバンクの石川投手から西武の与座投手からヤクルト高橋奎二投手っていうあたりは豊さんは残せない。与座はね、はい、ウォーカーにホームラン打たれたでしょ、うん、やっぱ変則っていうのは外国人に強いっていう風に、うん、設定されてて外国人に打たれたっていうところにマイナスポイントがあるわけよ。ああ、そっか。ああ、そうですね、うん、で石川はね、これは日本ハム打線に助けられたね。あ、やっぱ制球が悪すぎる、はい、これじゃやっぱ困る、国際試合は、はい、確かにね、ボールが変わってっていうこともあるにしても、まあ、特殊ボールがあるピッチャーだから栗山監督がどう判断するかは分からないけども、はい、俺はなんかちょっと怖さがあるね。怖い。なるほど、うん、で高橋奎二投手ヤクルト、力任せは力に伏せられるというかさ、はい、だからちょっと怖いよね。そうですね。そしたらやっぱ制球のいいピッチャーの方がいいかなと思うよね、うん、そうですね、うん、分かりました。じゃあ豊さんはこのメンバーで、で千賀投手がもしメジャー行くってなると、千賀がダメだったら高橋とか、うん、高橋奎二投手、うんうん、っていうことですね。はい、分かりました。さあ続いてキャッチャーいきましょうか。はい、はい、キャッチャーは3名、森、はい、甲斐、はい、坂倉。あ、ここ中村雄平選手でもなく坂倉選手。あのね、ここ全体的な雰囲気を見てると、はい、中村ってあんまり馴染めないねいやベンチの中でいててキャッチャーだからそういうタイプなのかもわからないけども、はい、なんとなく、うん、ああいう雰囲気に合う選手合わない選手っているじゃない、はい、どちらかというと俺の感じでは、うん、なんか合わないような感じがした。へー、あれは独自のチームを、自分のところのチームをどうするかという司令塔だと思うんだよ、はい、だからなんとなくこう遠慮がちっていうかさ、あ、奥ゆかしいというか、はい、まあ、そんな感じがしたんだよね、はい、だから俺は坂倉って打てるキャッチャーをもう一人入れてきたよ、はい、守りは甲斐が抜群にうまいから、はい、そうですね、うん、アグレッシブな打てるキャッチャーとして、うん、まあ、森選手と、いやそれはもうキャッチャーのね実績とすれば、それはないから中村になるとは思うけども、俺はなんか坂倉に魅力をすごく感じるんだよね、バッティングに。そうです、ね、だからキャッチャーとして入れときたいというか、3番手のキャッチャーってほとんど使わないよとなると、だから代打でもいいんだよ。ああ、そうですね、うん、だから坂倉のバッティングっていうのを俺ものすごい魅力を感じてるから、うん、まあ代打要員でもいいから1人入れときたいという。これ坂倉選手選ばれたら大抜擢ですね。まあそうだね、はい、おお面白いですね、はい、さあ続いて内野手いきましょう。村上。そうですね、村上選手もう絶対に。山田、はい、牧、はい、源田、はい、坂本。おお、おじさん入ってきた。なんでダメだ。坂本選手今回選ばれてなかったじゃないですか、第1弾とか最初の方。何がメンバーに疲れてるからですよ。あ、疲れてる。いやだって実績があるものも国際試合の。そうなん、浅村だって選ばれてないんだよ。まあそっか、疲れを取るために。いやもう分かってます、あなたの実力はって。あ、だから選ばなかっただけでしょ、浅村も。そっ か、 だから坂本なんていうのは精神的な支柱じゃない、全日本の。はい、何がびっくりしたの。いや、びっくりした。今年ほら結構なんか怪我とか故障とかコンバートだったり言われてたので、どうなのかなっていうふうに思ったんですけど。じゃあ坂本。おお、はい、浅村、はい、6人だ。6人になりました。おっ、カッコで菊池。カッコで菊池、はい。ということはこれ 1,2,3,4,5,6 名でカッコ菊池選手、中野選手が外れるということですか。うん、なんでダメか。いや、そんなことはないです。ちょっと非力なんだよ。あ、やっぱね、ボールも投げてくるの重いから。はい、本当に、うん、だから弾き返すとすれば多少パワーがないとちょっと無理かなって、うん、っていうところなんですね。ああ、そっかそっか。はい、内野手。はい、で外野手です。はい、鈴木誠也。あ、来ますね。はい、はい、塩見。はい、柳田。
あ、入ってきました、はい、吉田え吉田あ、吉田正尚選手、はい、これメジャー行くかもわからないからね。そうなってくると千賀投手と同じパターンになりますね。まあ、そうだね、はい、近本、はい、近本選手、近藤、あ、やっぱ近藤選手、そうですね。で、カッコでシュート、はい、おー、カッコでシュート、まあ、内外野できるからね。で、足ももちろんっていうところ、そう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 、まあ、そこら辺でバイプレイヤーを一人入れてくる、はい、だから吉田正尚がメジャー決まったとしたら、はい、やっぱ参加1年目からできないでしょ、全日本があるからさよならみたいな、はい、多分できないよね、うん、まあ、そうなってくると、まあ、シュートかな、シュート選手、まあ、シュートはどっかで入れたいけどね。そうですね、足でもういけますもんね。そうだね、で内外野ができるっていうのが大きいんだよ。サードもできるし、セカンドもできるしね、まあ、ショートはちょっときついかもわかんないけど、まあ、外野だったらどこでもできるし、まあ、ダイソー使えるし、で、その守りだけじゃなくて、打つこともできるようになったからね、はい、シュートは使い勝手がいいと思う。そうですね、塁に出たら本当はあの向こうのピッチャー嫌がりますもんね。そう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 。で、外れたのが佐藤輝明選手と西川龍馬選手。ここは、まあ、佐藤輝はやっぱこう波が大きいな。その時にベストが当たればさ、すごいけども、はい、やっぱちょっとバッティング技術という面ではこの今選んだ人たちよりは、はい、まあ、ちょっと下がるね、はい、だから、まあ、もう少し自分磨きをしてほしいなと思うよね、はい、あと西川龍馬選手ですなあ、だから守備が特別うまいわけじゃないし、うん、足も特別速いわけではない、はい、そうなってくると打つだけでしょ、はい、で打てる人間っていうのは結構いるわけよね、外野手。そうですね、うん、だからどうしてもこう弾かれるかなっていうふうに思っちゃうね。そうなってくるとやっぱりスペシャリストとか使い勝手という意味で周東選手の方がの方が入るよね。そうですよね、うん、おー、なるほど。さあ出揃いましたね、はい、まあ、ピッチャー難しいな、春先の状態っていうのがあるから、だからこれは変わってくる可能性もあるしね。そうですよね、来年の1月の後半までにやっぱり怪我してしまったらダメでしょうし、うん、だから山崎康明っていうのが入ってくるかもわからないし。あ、山崎康明投手は一応そのメジャーに行きたいみたいななことを話してるけどね、はい、まあ、どうなるかわかんないけども、はい、でもまあ入ってくる可能性もあるし、ありますよね、うん、だから栗山監督がどういうタイプが好きなのか、まあ、ピッチャーで言えば吉井コーチがどういう人をピックアップするのか、はい、うん、まあ、そこだよね。そうです、まあ、例えば佐々木朗希っていうのは忘れたって言うかもわかんないけど、はい、やっぱどうしても国際球に合わないっていう判断をしたら監督だからね、チームに帰ったら吉井監督がいるから、はい、いやちょっとやっぱ無理ですって、合わないですっていう可能性もあるし、ね、その合わなかった場合っていうのはじゃあ本当に全外しにしちゃうのか、例えばちょっとショートに、いやいや怖い怖い、そう、一応外す、やっぱね、何が怖いかってね、故障につながるんだよ。変な力が入ったりだとかさ、ちょっと抑えて投げようとかさ、うん、そういうことするとやっぱ負担がかかるんだよね。それを吉井ピッチングコーチ、チームに帰ったら監督が嫌うと思う。あ、だから慣れれば全然問題なく、はい、もうあのピッチャーだから絶対入れなきゃいけないと思うんだけど、うん、まあ、そういうところだな、ちょっと不安なところはね。そうですね、うん、そのピッチャー陣でいうと先発してきそうなピッチャーっていうのはもう豊さんの中で先発は、はい、まあ、今永、はい、まあ、ダルビッシュ、はい、山本、うん、まあ、宮城も先発の方がいいかもわかんないけどね、中ではなくて、うん、うーん、まあ、そういったところだろうね。なるほど、はい、でこれ抑えってなると完璧抑えってなると2人体制とかなんですか、どう、まあ、体制か栗林か、はいはい、やっぱ実績を考えると栗林だよね、はい、そうです、ね、でセットアッパーが体制になる可能性もあるし、まあ、逆にする可能性もあるけどね、その試合によっては、まあ、試合によってって、まあ、疲れによってだな、栗林は相当疲れてると思うよ。そうですね、うん、だから年明けてピッチングを見てみなきゃ分かんないけども、はい、だからまあ疲れが抜けてればいいけどね。そうですね、うん、だから湯浅でも1年目で投げて、はい、ね、年明けたら相当疲労度が溜まってる可能性もあるし、うん、山崎もそうだよね、オリックスの総一郎も、はい、やっぱ今年初めてだからさ、うん、だから相当の疲れが疲労が溜まったらやっぱ誰かと差し替えなきゃいけないし、うん、だからそういう意味では、まあ、一応こう発表っていうか俺が選びたい選手を、ね、ピックアップしたけども、はい、うん、これはキャンプを見て、うん、まあ、どういう状態にあるかっていうのを、ね、見ながら決めなきゃいけないよね、はい、ピッチャーに関してはね。そうですね、だから坂倉だってキャッチャーが本当にできるのかって、
いうことだよね、はい、うん、確かにそうですね、うん、もしできないってなると、まあ、広島でもブルペンに入ってキャッチャーの、ね、練習というかブルペンで受ける練習とかも多分はしてたと思うけどね、うん、まあ、でもそういうキャッチャーとしての試合感がどこまであるかっていうことをやっぱり見なきゃいけないし、そうですね、うん、ただあ坂倉ダメだなと思ったらもう当然中村が入ってくるし、うん、いやでも悩みどころですね。さらにここからまた入れ替わる可能性だってもちろんあるわけですね。まあ、もちろんある。第1弾第2弾でわからないですし、うん、やっぱね任務感ができる人間っていうのはやっぱ欲しいんだよね。ただ牧にしたって山田にしたって、まあ、浅村坂本、はい、源田、まあ、大体できるよね。できますね。でそこに、ね、偏りはあるけど、ショートはできないっていう選手は、うん、まあ、牧と浅村、はい、まあ、山田、うん、まあ、ショートは2人源田と坂本とか、はい、ファーストは牧もできるし村上もできるし、うん、浅村もできるし、だからこういろいろ組み方っていうのはできると思うんで。今気づきました。岡本選手はいなかったんですね。だから岡本が一塁三塁でしょ、はい、ね、あで村上がいるでしょ、はい、一三塁で、で牧もいるんで浅村もいるんでファーストには。そうなってくると、まあ、岡本もいい働きしたけどね、はい、でもやっぱこう守備っていうことを考えたらやっぱ菊池っていうのもこう、ね、考えとかなきゃいけないんだよね。そうですね、うん、ああそうか。この場合だとやっぱ浅村選手がファースト守ってっていうことがやっぱね、これ浅村の経験者なんだよね、オリンピックの、はい、国際試合、坂本もそうだよね、うん、で源田もそう、山田もそう、村上もそう、で菊池もそうなんだけど、新しく入れたのが牧だけなんだよ、はい、やっぱ経験というのも大きいしさ、内野手経験値高い方が、まあまあそうだね。そうだ、岡本選手入ってなかったと思って、うん、うん、そうか、そうそうそう、まあ外野手だって鈴木誠也、柳田、はい、吉田、はい、近藤、はい、まあ周東もそうですね、あれかな、はい、まあやっぱこう塩見と近本、フレッシュ、フレッシュ、はい、なのが二人かなっていう感じですね。感じがするよね。うん。これね、これね、オリンピックの時、はい、メンバーを選考するのにどれだけ時間かけたか。え、トータルどのぐらい時間かかってたんですか。いやもう相当何日間かに分けて決めてったよ。でももちろん満場一致でどんどんすんなり入っていく選手は、ああそれはもちろんそうだよ、楽ですよね、まあ、例えばその時アテネのオリンピックの時なんか、まあ、オリンピックと WBC っていうのは時期的にも違うし、まあ、選考の基準っていうのは違ったにしても、はい、まあ例えば高橋由伸とか、うん、城島とか宮本慎也とか、はい、こういう人間というのはすんなり決まるよね、はい、あとは球団との兼ね合いもあるんだよ、うん、いやこの選手まだできてないからちょっと勘弁してくれとかいうこともあるよね、はい、まあ、もちろん選手だからそこに合わせようとするだろうけどもね、うん、だから相当やっぱこう悩むよ。え、じゃあアテネの時にものすごい悩んだ選手ってどなたとかいらっしゃったんですか、あの当時って。まあ一人いたよ、悩みに悩んで入れたのが。どなたですか。いやそれは言えない。いやめっちゃ気になる。それは言わなくて、じゃあどんな理由ですごくみんなで悩んでたんですか。チームに馴染むかっていう、実力はもちろんあると。はい、どうも。